い、こんにちは、じゅんです。ゆっこです。はい、今日は、はい、被災スポーツさんが販売するボイスキャディ、はい、時計型、プリ系3種類、ゆっこちゃんがつけてるのは T8、 T8 です。はい、私が今つけてるのは G3 で、これが A2 ですね。まあ、それぞれちょっと機能が違うんで、このコースをラウンドしていきながら紹介していきたいと思います。はい、ゆっこは最近どのくらいのペースでゴルフやってます？週1ぐらい行ってます。なんだかんだね、はい、その辺は。ただ前は週4、あれ週でも週3、週3ぐらい行ってたよね。行きたいと思うの？うん、別にそれはなんかね、仕事が仕事で楽しいからか、あんなに思わないんだよ。あ、そうなんだ、意外と、意外と。なるほどね。そう、楽しい、楽しい。ゴルフはもう最近な、まあ、いいピクニックですよ。ピクニックでねピクニックスタイル、いいピクニックですよ。なるほどね。140で横からの風で、まあ、普段だったらなんか豪遊軽くとかやりたいけど止まらないんで、アイアンで頑張るしかないかなって感じですね。止まんない。6番アイアンで打ちます。左から右に行く感じ、イメージは。いやー、ちょっとやりすぎた。ダメだ、バンカー入っちゃうな、これ。U5 で。あ、ね、捕まっていった。捕まっていったでかい、え、でかい、でかい、全然でかい。 OB じゃないでかいね、ちょっとでかかった。何で言ったの？U5 U5 は行っちゃうと思うよ。そう、あ、アンペラだ。アンペ、うん、なんかしろ。私は完全にバンカーになっちゃう。あ、結構砂がしっかり。ナイスアウト。あ、逆目だ。お、うまい。あ、曲がって。曲がらず。曲がりません。はい、曲がりません。強すぎだよ。いや、でも惜しかったね。スボギー、うん、なかなかグリーンに悩まされてます。ハフォーバンカーまで195ヤードで入ってあるって書いてある。これレッドだよ、うん、でも多分届かないから適当で大丈夫だろうね。大丈夫。おー、登る登る。登ったね、うん、いいよいいよ、登ってます。オッケーオッケーオッケー。はい、はい、トップトップ。90って出てる。私97。なんかちょっと変なあたり。
90ヤード。どうしようかな。52で頑張るか。跳ねちゃうんだよね。ちょっとやっぱりウェッジが私重いセッティングなんで。なんか男性用のって言ってたよね。なんかシャフトがS200 ダイナミックゴールドなんで、まあ、今みたいにフルショットするとき刺さりやすいんですよ、下にガンって。なんでちょっと浮かして打つっていう。あるちょうどよかったですね。手前のような感じしたけど結構行ってるよね、やっぱりね。本当に跳ねるんですよ、跳ねるんだね、やっぱり、うん、でまずちょっとこのグリーンでカップの位置を合わせたいと思います。いきます。歩いてカップまで行って、でここを押しますと、カップの場所がセットされまして、次にボールのところに行きます。はい次にボールのところに、でまた今度はここのボールのマークを押します。セットされました。おお、すごいね。高低差 0.17、カップまで7ヤードすごです。そんな感じですごいね。出ます。でも一連の流れでさ、押してできるからいいね。そう、高低差は出るから。やばで、多分フックっぽいっすね。とはいえ長いから。そうね、長いからね。無理か。あ、やばい、出しすぎたわ。右に出しすぎたわ。そして届かない、弱い。やばいよ。重いね。出ない。出ないよね。確かに出ない。私は多分チョイスラ。うん。そんな曲がんないかな。いやー、弱いよ。出ない。もう出。弱いよ。いやー、強く打とうと思ってても打てない。やばい。強かった、よかった。ジェットコースターもう怖いよ。私もああやって打たなきゃいけないもん。届かないと入らないよ。あっ、ちょっと切れた。おお、ボギーだよ。ボギーだよ。さあ、なんかバンカーいっぱいあるけど、どこ打てばいいの？多分左のバンカーは入りそうな距離ですね。T8。 Hey T8。 T8 で教えて。いいっすか。キャリーで、多分140キャリーで入る感じですかね、左のバンカー。なるほど。じゃあ左のバンカーよりも右に。そうだね。狙って。狭いですね。左のバンカーの右を狙うしかないですね。左のバンカーの右を狙う感じですね。はい。で、こうダダダと右に、ね、右にそう傾斜してるんで。わかりました。ってな感じですかね。はい。OK です。やっぱりそうですね。そうですね。来ました。はい。来てるかな。狭いですからね。完璧やんけ。完璧。もうそこ以外どこに打つんだって。わあ、いい量だけど大丈夫。入んない。オッケー。入んない。いいところ。いいところだった。ベストジ。で、ピー奥なんだよね。で、転がるんだよね。そうだね、だから手前のがいいかもしれないですね。ピッチングで今先下がり、今足がボキボキって言ったんだけど左の膝がボキボキって言ったんだけど、素振りで
ました。あ、だけど結果笑いになってください。あ、トップ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 前にめっちゃ。ああ。つぶり通りだけど2打目のこうフェアウェイ、せっかくフェアウェイ行ったのに、うんうん、2打目のトップってあるよね。あるあるあるよね。あるあるすごくない、このバンカーの間に。素晴らしい、素晴らしい。狭いとこ、狭いフェアウェイ。65上げ、もう一回52かな。52で突き刺さらないように。困るでしょ、これは。結構いいんじゃない。あ、近そうだよ。近いよね、バーディーチャンス。いやー、うまく振ってたんじゃない。めっちゃ近い、ブダピー。 OK本当パターいらないかな。めっちゃ近いって。今、本当にうまく振ってた。ナイスナイス。打ち込むとね、転がっちゃうのよ。いい音してた。救い打ちアプローチです。救い打ちアプローチ。 OK? 本当？あ、いい。あれ入るよ、入るよ。ピンゴルフ見てる人のね、確かに入るでしょう。13ヤード。見せるよ。ありがとう。てか、この距離嫌なんだけど、普通に。見せるよ。溶かす？いや、縁のとこまでは見ないじゃないかな。本当？うん、横を通ってく感じ？そうな感じじゃない。って感じじゃないで。で、届かないと早い。そうだね。ライン消してくるからな、そのパットは。打てればまっすぐ、しっかりまっすぐ打って、うんうん、バーディーで締める。 OK。 しっかり、うん、順回転で、うん、来た。ナイスバーディーナイスバーディーナイスバーディー、ありがとうございます。完璧。ありがとうございました。いやー、楽しかったね。楽しかったね。はい、ラウンドが終わりまして、はい、ゆっこちゃんがつけていた、うん、ボイスキャディ T8 T8 は、はい、マイボイスキャディというアプリがあって、そちらと連動して、はい、スコア管理ができたり、うん、いろいろ機能があるので、はい、それを紹介していきたいと思います。はい、はい、出てます。で、今回、うん、ちょっとハーフしかラウンドできなかったので、うん、今回のゴルフ場ではちょっといろいろトラッキングとか読み込みができなかったので、サンプルでご説明したいと思います。はい、はい、うん、ラウンドするとですね、こういう風にスコア表が出てきます、うん、はい、で、スコアトータル81の9オーバー、うまいですね、うん、ね、パンオン率 66.7%、 平均パット数 1.9、 すごい上手、うん、って感じで、こうやってスコア表が見れてですね、はい、この下に行くとですね、こういうふうにラウンドトラッキングっていって、はい、まあ、どこを打ってきたかっていうふうに全部だけ出ますね、うん、128ヤード打って、うん、右側、これバンカーに入ってたかな、バンカー入ったっぽいですね、うん、で130ヤード打ってグリーン手前、うん、で34ヤード打って3-4ツーパットの感じかな、うん、そうだね、3-4ツーパット、はい、次どっち、おー、パー3、パー3、これも114ヤード打って、うん、手前だったのかな、うんうん、ですね、うん、
分かりやすいね。こういう風に自分がどういう風にゴルフプレイしてきたかっていうのをグラウンドトラッキングで見ることができます、うん、なるほど、いいね。今の時にね、うん、なんか前回どんなゴルフしたんだっけとかね、うんうんうん、この時ああだったなっていうのすぐ思い出せる、うんうんうん、ね、スコアだけじゃなくてパーオン率とか、そうですね、ね、パット数とか、うん、あとなんかどれぐらい飛んだかとかも見れるからいいかも、ね、うん、何やと思う、うん、こういう風にまあ、ラウンドを振り返ることができます、うん、はい、あとですね、ステータス、うん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 、見るとですね、はいはいはい、まあ、平均スコア、これいいね、これいいよね、面白い、まあ、パーがイーグル、バーディー、パー、ボギー、ダブルという、これ回数、そう、回数とパーセンテージが出てますね、すごいね、バーディー16、すごいね、この人上手で、まあ、ベストスコアが71、うん、どこのゴルフ場でっていうの、うんうん、日付と出てますね、すごいね、ドライバーの平均飛距離、あ、平均飛距離出るのに、うん、そうだね、188.2 ヤード、うん、あとね、ドライバーベストドライバー飛距離っていうのも出て300、まあ、この方すごい 311.3 ヤード飛んでますね、こんな風にドライバーの飛距離、平均飛距離と最高飛距離ね、うんうん、出ますね、うん、あとはスコア の, ボーあのグラフと、はいはい、パンオン率のグラフ、うん、あとパック数のグラフと飛距離のグラフ、うんうんうん、こんな風に見ることができます。へ、あとは全体と2021年今年1年度のと、うん、直近10ラウンド、うんうん、あと期間選択もできる、そうだね、すごいね、うん、まあ、これでね、最近なんか調子悪いんだよね、だからこの10ラウンドってやつを選択してみせれば、うんうん、何が原因かが何が原因かってなるね、そうだね、そうだね、うん、すごいね、細かいね、細かくいろいろと分析してくれる、いいですね、うん、でね、ゆうこちゃん、はいはい、この旗のマーク、うんうん、あ、コース、ゴルフ場、そう、ゴルフ場を検索できるんですけど、うんうん、事前にお家でも見れるんだけど、うん、ゴルフ場検索すると、はいはい、じゃあこんな風にあのゴルフ場のレイアウトを事前に確認できたりとか、はいはいはい、このグリーン、グリ、え、すごい、グリーンの傾斜までも、グリーンの傾斜まで確認できます、ゴルフ場に着くと近くのゴルフ場検索、うんうんうん、してくれるんで、うん、朝ごはん食べてる時とかに、うんうんうん、あ、なんかこんなレイアウトなんだなってチェックとかもできるなと思います。グリーンまで見えるってすごくすごいよね、うん、そういう機能もついております、はい、すごいね、はい、という感じで、はい、ラウンド終わった後にもこうアプリと同期して自分のスコアを管理したりとか自分のゴルフがどうだったかっていうのを確認できる、このボイスケルの T8、うん、すごいいい機能ばっかり、いやー本当に欲しかった、見た目に尽くせにな、ね、これは好きよ、これは好き、ゆうこちゃんもプライベートで、はい、ガンガン、ね、ガンガン使っちゃう、はい、ガンガン、あんまりなんか腕時計タイプそんなにしないけどいつもこっち、うん、あ、こっちね、結局こっちを使ったもん、あ、これはすごい使いやすいですね、すごい使いやすい、うん、すごく使いやすい、そう、薄いんですよ、うん、軽いし、そう、全然違和感ない、うん、ので、はい、女性でも、うん、使いやすい、なんか時計にもなってて、うん、デザインとかも変えられて、ね、そうそう、選べて、なんかゆっこちゃんの紫のサークルの、はい、かわいい感じにしてますけど、かわいい感じにしてます私も早く届くといいなと思います送られてくる、送られてくる、送られてくるので焦らず焦らず楽しみに使いたいと思います、はい、はい、皆さんもあのボイスキャディ、うん、ね、ご購入いただいて、まあ、ゴルフライフ充実させていただければなと思います、うん、はい、これはもう絶対損しない、ね、うん、損しないです、はい、あの T8 は税別で36,000円、はい、でA2 が27,000円で、一番シンプルな2画面タイプが G3 が17,000円、税別です、はい、はいはい、あの概要欄にあの被災スポーツさんの URL 貼っておきますので、ぜひあのご確認お願いします、はい、はい。
ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価とコメントお待ちしてます。はい、次回の動画もお楽しみに。バイバイ。バイバイ。ボイスキャリーチェックしてね。